やっとね、途中でさ、コンビニがあったんでね、まだ昼ご飯食べてないんだよ、石ちゃんね。もう何時？もう4時だよ、4時。4時だよ、4時。で、コンビニに寄ってさ、もう、なんかな、僕のお弁当もなかったんで、もう簡単なね、いろいろ、おむすび弁当っていうのをね、買ってきた。でね、こう、通り道のさ、向こうにね、買い物だけが見えるとこなんだけど、道端のね、パーキングかな、休憩所かな、みたいなとこでさ、ここでご飯を食べます。ん？どっからどうやって開けるのこれ。あ、お茶も買ってきたよ、お茶。濃いお茶。以前はさ、そこにね、テーブルがあったんだけど、テーブルがなくなったよね。もう古くなって壊れたのかな。いただきます。今日のお昼、おにぎり4個です。4個。おにぎりだってさ、そんな大きなおにぎりじゃないけどね、ちっちゃいおにぎりだけど、これをじっちゃんは今からいただきます。今ね、じっちゃん背広自然公園、向こうに書いてあるね、背広自然公園の一角のね、パーキングでね、昼ご飯食べた。昼ご飯って言ってももうおにぎり弁当だけどね、おにぎり弁当を食べました。昼ご飯食べてなかったんでさ、ここはね、ここはねというか、ここもね、眺めのいいとこなんで、で、指宿のさ、観光パンフレットとかね、ホームページとかさ、そういうのにここからのね、写真がさ、結構使われてるんだよね。こっからさ、開聞岳を望む写真がさ、結構使われてるよね。この辺りから撮るのかな。この辺りから撮るアングルだと思うんだけどね、こういうアングルのさ、写真が結構使われてるよね。あ、そうだ、じっちゃん、ここさ、写真とかビデオは撮ったことあるんだけど、普通のビデオはね、ドローンで撮ったことないから、ちょっとドローン飛ばしてみようかな。Thank you.